香港では6月4日、毎年恒例の天安門事件追悼集会が行われました。30周年の節目の今年は参加者が例年よりも多く、中国本土からも多くの人が参加しました。深圳市から来たある実業家は、毎年追悼を続けている香港の人々に感謝の意を表明しました。30年前の6月4日、民主化を求める学生や市民を武力鎮圧した天安門事件は、世界を震撼させました。翌年から香港の人々は毎年ろうそくを灯して、夜を徹しての追悼集会を行っています。今年は18万人が参加し、2014年以来の参加者数を記録。中国本土からも多くの人が参加しました。那我们追求什么？追求社会的公正、公平，那这是最大的目标。我们不是说没有钱，我们有钱，但是我们有更高的追求的时候，看到更多的不公正，所以就是说这种在一党控制下面的这种搞的经济活动，它实际上是有很多隐患的。香港人能够30年每年都能够坚持这样为中国人的权益，包括为自己的权益而去抗争、去抗命，这是这样的中国我们才有希望。今次参加六四30周年烛光悼念集会的，也有不少是因为不满中共在香港强推逃犯条例而首次站出来。反送中，打送中，天恶法。一個月前咯，佢哋所值得，你哋每一個人記住嘅一切。啲事件發展得咁離譜咁樣，咪嚟行下咯，睇下。係咪同逃犯條例都有啲影響？如果佢哋真係強大嘅話，佢哋根本就唔會理呢啲小事啦。但係佢哋驚到一個地步，佢認為真係會嗰個逃犯條例或者係六四咧，一定會好影響個大陸啦。咁點解佢哋唔做好啲咧？我覺得其實呢件事係一件啱嘅事啦。咁所以我覺得都應該係要去將呢個真相去話翻俾啲學生聽嘅。都會去遊行啊，因為我覺得呢個係守護香港嘅其中一個即係表達嘅方法。このほか、ビクトリアパークでは午後、天安門事件座談会も行われ、複数の専門家が参加し、中国共産党統治下の人権状況の悪化について討論しました。NTD ジャパンがお伝えしました。